シル流ア・カルボナリア、ラテン語、シルバカーベネリア、木炭の森の岩、鉄器時代後期から中世前期までワロン西部に存在したブナ族と多くの原生林。北はゼネ川やダイレ川、南はサンブル川まで至る非常に広大な森だった。その北には現在のブルッセル付近に存在した湿地帯に隣接していた。南東方面には標高が高く、 深い峡谷を覆うような古代の森アルデンナシルーアがあった。これは現在でもアルデンヌ地域に一部が残っている。シルーア・カルボナリアは東はライン側まで広がっていた可能性もある。338年にはナンニエヌスとクインティヌスという軍団司令官率いるローマ軍団がライン側を越えて侵攻してきたフランク族とシルーア・カルボナリアで衝突している。ローマ帝国時代には ケルンから、トンゲレン、コルトレーク、マーストリヒト、カンブレーを通りブローニュシュルメールに至るローマ街道が、シルーアカルボナリアの北端をかすめて通っていた。この街道は、マース川やスヘルデ川の峡谷を利用した幹線で、中世前期には、ブリュノーの道として知られていた。この時代には古代ローマの技術力が忘れ去られ、14世紀の歴史家、ジャンデプレは、 この頂戴で広く舗装された道は、シギベルト一世紀の妻、ブルンヒルドが526年に悪魔の力を借りて、人世にして作り上げたものだと述べている。4世紀にローマ帝国が崩壊すると、ライン川沿いに住んでいたゲルマン人であるフランク人が旧帝国領内に王国を形成した。主要なフランク人氏族サリ族は内命編を出発点とし、より人口が多く、 ローマ化が進んでいたシルーア・カルボラリア近辺やマース川沿いに進出していった。彼らはよそ者と呼ばれ、これがワロン人の名の由来となったという説もある。かつてはこの地形的環境が安易にロマンス語派とゲルマン語派の境界線とみなされたこともあった。かつて森で覆われていた強谷地帯で19世紀に鉄鋼山が開拓され、現在のワロン工業地帯の元となった。 シルーア・カルボナリアは、フランク人のサリカ法典でも、フランク人の住む領域の境界線として、言及されている。6世紀には、シルーア・カルボナリアは、クロビス一世率いる西のフランク王国と、シギベルトビッコを率いる東のフランク王国の間にまたがる、国境地帯とされた。この状態は507年に、クロビス一世が勝利して、東、フランクを併合するまで続いた。 またこのシルーア・カルボナリアを境とした東西の際はメロビング長期を通じて残った。人の手が入っていない広大な森林は修道院の所有する土地とされた。シルーア・カルボナリアの中にはベネディクト修道会系のロップ修道院が成立し、またニベル近くのホレド・ソワヌにはセインとホイロン修道院が成立した。シルーア・カルボナリアはその名の通り木炭の重要な産地だった。 付近の河川地帯では侵食された土地で鉄鉱石が発見されることが多く、これを用いて製鉄を行うために莫大な量の木炭が必要とされたのである。ローマ人の到来以前からこの地域では鉄が作られ、ベルガエやブリテンで流通していた。無人像と思われていた森は徐々に失われ、中世世紀には特に伐採が進んだ。 大きく縮小したシルーア・カルボナリアの中で現代残っている最大の地域はソニアの森である。ここは貴族の狩猟場とされたため完全な消滅を免れた。19世紀初頭にはまだ100平方キロメートルほどの森が残っていたが、その後も伐採が続き、現在残って保護されている森の広さは44.21平方キロメートルである。ありがとうございます。